はい、こんにちは、116ウィンズです。ウィンターミーティング中ずっとその動向が注目されていましたが、コンオフ最大の目玉 FA アーロン・ジャッジがヤンキースと再契約となりましたね。契約は9年総額3億6000万ドル。かねてよりジャッジはヤンキース残留の可能性が高いのではと言われてはきましたが、ジャッジの地元が近いサンフランシスコジャイアンツも獲得に強い興味を示しており、そことの一騎打ちという印象だったんですけれども、最後はやっぱり彼をドラフトしスーパースターに育てたヤンキースに戻ってきたと。今回のジャッジとヤンキースの契約は総額としてはブライス・ハーパーが2018年オフにフィリーズと契約した3億3000万ドルの契約を抜いて史上最高額の契約となりましたし、また1年あたりの平均年俸が今回の契約4000万ドルとなっていますが、この額もマイク・トラウトの3600万ドルを抜いて野手の中では史上最高額。投手も含めるとシャーザーとバーランダーの4333万ドルがトップではありますが、あれは2年契約3年契約と短めの契約だからこそ実現できた側面もありますので、ジャッジのように9年という長期契約でこの平均額というのは本当に破格としか言いようがありません。契約の一部としてジャッジはデレック・ジーター以来となるヤンキースのキャプテンにも就任する見込みだそうで、おそらく今回の契約でキャリアをヤンキース一筋で終えることになるかと思いますが、チームをリードする役割にも期待がかかります。ジャッジは今季自分の実力にかけた結果、今回の超大型契約をつかみ取るに至りまして、開幕前にヤンキースから7年総額2億1350万ドルの契約延長オファーを受けていたものの、これを断っていましたよね。契約延長を断ったと聞いた当時はジャッジの年齢ですとか、彼のこれまでの故障歴も考えると FA 市場で2億ドル以上の契約が期待できなさそうだし、受けた方が良かったんじゃないかと私のような素人は思ってしまったんですが、私がバカでした。今季大きな怪我なく157試合に出場して、ロジャー・マリスのエールホームラン記録を更新する62本のホームラン、OPS や WRC プラスなどトータルの攻撃力も一人 MLB の中では別次元の成績を叩き出して、ベースボールレファレンス算出のウィンズオブリプレイスメントは驚異の 10.6。 二刀流でダブル規定達成の離れ技をやってのけた大谷翔平選手を退けての MVP 受賞となりまして、 FMI ラストイヤーの活躍としては史上最高クラスのものになりました。結果、ヤンキースからもともと受けていた契約延長オファーと比較すると、1年間の活躍によって2年分保証が追加され、契約総額は1億4650万ドルも増額となりまして、自分の力にかけた甲斐が本当にありましたよね。この契約にふさわしいだけの活躍だと思いますし、それを実現させたのはやっぱりすごいです。で、この歴史的なシーズンを送ったジャッジの獲得戦線は、西海岸とヤンキースの戦いといった様相でした。というか今季の活躍によってあまりに価値が高くなってしまったがゆえに、金銭面で狙えるチームがかなり限定されてしまった部分もあるんですが、そんな中でジャッジの地元に近く、かつペイロールにもかなり余裕を持たせてきたサンフランシスコジャイアンツは、ヤンキースに残らなかった場合の移籍先有力候補で、なんなら昨日の時点ではジャッジがジャイアンツ行きを決断するんじゃないかとまで言われていました。ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者は後にツイートを削除しましたが、一時ジャッジがジャイアンツ行きを決めたようだと情報を伝えましたし、サンフランシスコクロニクルのスーザン・スラッサー記者も同様の話を伝えていまして、確定ではないけれども、ジャッジに関してジャイアンツサイドで明らかに何らかの動きがあったのは間違いなかったんじゃないのかなと、結果的に正しくはなかったけれども、ジャイアンツ入りがかなり近づいた瞬間はあったんだと思います。またこのジャイアンツに加えてさらにパドレスもジャッジ獲得戦線に実は参戦していたことも今日明らかになり、パドレスは先日フィリーズと契約したトレイ・ターナーに総額3億4000万ドルというフィリーズの契約を上回るオファーをしていたとされ、ジャッジに対して正式なオファーにまでは至らなかったようなんですが、ターナーに使おうとしていたお金をそっくりそのままジャッジに回す用意はおそらくあったと。西海岸のチームが積極的にジャッジのリクルートに動いた中で、ただ最終的にはこういったチームの動きもおそらく踏まえて、ヤンキースが意地を見せた格好にはなりましたね。というかヤンキースもこうするしかなかったと思います。これはもう理屈の話ではないです。ヤンキースほどの名門球団が生え抜きのスーパースター、それもマリスのホームラン記録抜くような活躍を今年見せたばかりのスーパースターを流出させるなんて絶対に許されない立場ですから、条件がどうなろうと残留させるしかなかったと思います。10年ほど前にロビンソン・カノーを流出させたことヤンキースありましたが、あの時とは違いジャッジに関しては本気で残留させようと動いていたわけで、これでジャイアンツ移籍とかなっていたらヤンキースとスタインブレナーオーナーの威信にも関わっていましたよ。ただでさえオーナーとしての評価は賛否が分かれるところなのに、歴史に名を残したチームのスーパースターを出すわけにはいかないですよね。だからこそスタインブレナーオーナー自らジャッジ側とコンスタントに連絡を取り合っていたともされますし、それがたとえ MLB 史上初めて同じチームに3人目の3億ドルプレイヤーが誕生する結果につながろうとも、ヤンキースはジャッジを残す以外に選択肢はなかったと思います。
名門球団の宿命とも言えますが、一方で最近のヤンキースは割とおとなしいオフを過ごすことも多く、金の暴力でスターを集めていた悪の帝国と言われていた時期が遠い昔のようにも感じていただけに、今回ジャッジを超大型契約で引き止めたあたりは久々にその悪の帝国感があって、個人的にはちょっとワクワクもしましたけどね。ただじゃあジャッジが残った万事解決かといえばそうではなく、編成面に関しては同時にかなり難しい問題もヤンキースは抱えた印象です。勝つことが至上命題とされながら、2009年以降ワールドシリーズの舞台から遠ざかっているヤンキースは、これから5年間でコール、スタントン、そしてジャッジの3人に合計5億1500万ドルもの大金をつぎ込むことになります。これに加えてある程度年数が残っている契約としてヒックスやラメイヒューのものもあり、ペイロールはもう正直かなり圧迫されています。もちろんヤンキースなどでお金のことは最悪どうとでもなるんですが、一方で近年のヤンキースは贅沢税のことも頭に入れながら編成を組んでいる節もあるため、それも意識しつつ勝てるチームを用意するというのはブライアン・キャッシュマン GM もなかなかに大変そうだなと、これからのペイロールの管理がめちゃくちゃ難しそうというのが正直な感想です。なんなら早速来年2023年のオフとかも補強大変そうだなと思いまして、ヤンキースはすでに現有戦力だけで2024年のペイロールが1億7000万ドルに迫る勢いで、これにプラスして年俸調停の資格を持つ選手が10人くらいいるため、ペイロールはさらに上がる見込みです。セベリーノやカイナー・ファレファ、モンタス、ベイダー、ペラルタが FA 予定と、埋める必要のあるポジションもまあそれなりにあります。ジャッジとの再契約で2023年シーズンもヤンキースはおそらく贅沢税の対象になると思われますが、2024年も対象となってしまうと3年連続となりますので、贅沢税の割合が課税ライン超過分に対して最低でも 50% もかかってしまうと、これはさすがにヤンキースといえど痛いのは間違いないでしょう。できれば誰かサラリーダンプしたりですとか、あるいは調停前の若手で代替できるポジションが出てくれば、多少そこの状況も改善する余地はありそうですが、早くも編成面では大変な状況が待ち受けている感じですかね。ペイロールの状況からして大きな補強もこれ以上は簡単ではなく、なのでもうジャッジが中心になってヤンキースを世界一に導くほかありません。来季31歳、で201センチと非常に大きな体の持ち主であることを考えると、残された全盛期の時間は意外にも長くはないと思われるため、やっぱり契約前半、なんなら来年再来年あたりにもう一度今年のような MVP 級の活躍を見せてチームを世界一に導きたいところです。コールやスタントンあたりの年齢も考慮すると、年数を重ねるにつれてそのチャンスはどんどん厳しくなってくるでしょうからね。ジャッジ新キャプテンの下で、それこそ前任のジーターがそうだったように、チームを再び世界一の常連に押し上げることができるでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。